毎度ランジョです。皆さんはこの蛇が何て種類か分かりますか？この子の名前はグリーンブッシュバイパー。綺麗な緑色をした小さめの蛇です。猫みたいな大きな目でとっても可愛いけど、実はクジラカー動物園の生き物の中でも特に危険な存在なんです。ブッシュバイパー、直訳するとヤブクサリヘビ、つまり猛毒ヘビってことです。クサリヘビ科は日本のマムシやハブも属しています。クジラカー動物園の視聴者さんにはヘビを飼育している方も多いと思いますが、猛毒ヘビの食事は普通のヘビと全く違うことをご存知ですか？うわ、すごい毒が。すでに普通のヘビとは違いますね。ペットとして飼育されることが多いナミヘビ科のコーンスネークと比較してみましょう。餌を見せると、パク、あ、もう一丁パク、くわえた瞬間ぐるぐるぐると体を巻きつけました。強く締めて餌を窒息死させ、ゆっくりと丸飲み。これが毒を持たないヘビのオーソドックスな捕食方法です。冷凍されているマウスなどでも本能的に同じ行動をとりますよね。ふふ、かわいい。さて、猛毒のブッシュバイパーの出番です。この子の捕食方法は、わ、勢いよく噛みつきました。しかし先ほどのコーンスネークのように巻きつきません。加えたままじっとして餌に毒を流し込んでいます。生きたマウスを与えると毒が回っていくのがよくわかるんだけど、ちょっとショッキングかもなので、今日は冷凍マウスです。ただ定期的に毒を出してあげる必要があって、冷凍マウスだとしっかりと毒が出ないので、カツマウスは必須です。そしてこの大きな牙を使ってガブガブと飲み込んでいきます。見てこの悪い顔、うん、かっこいい。エメラルドツリーボアなんかも似たような飲み込み方をしますよね。こんなに美しくてかっこよくて可愛いヘビ、欲しいと思う方も多いんじゃないかな。ですがブッシュバイパーは特定動物という都道府県知事の使用許可が必要な生き物なんです。そしてこの特定動物、法改正で2020年以降個人での使用許可が下りなくなってしまったので、普通の人がもう飼育することはできません。もちろんこの子は法改正前に許可を取り正式に飼育している子です。定期的に保健所の方が見に来るよ。特定動物とは人の生命、身体等に害を加える恐れのある動物のことなんですが、毒のある生き物は全て特定動物というわけではなく、メジャーな種類だとシシバナヘビなんかは弱毒を持っていますが、特に許可なく飼育できます。弱毒といっても噛まれたら結構腫れるし危ないので、扱いには気をつけたいですね。それにしてもすっごく画面映えするポーズで食べてくれてるな。クジラカワ動物園にはもう一匹ブッシュバイパーがいるのですが、その子は餌をあげたらそっぽ向いて食べてました。シャイなのかな。ブッシュバイパーの仲間は他にもたくさんいて、特に皆さんが見たことあるのはヘアリーブッシュバイパーじゃないでしょうか。この子より顔が丸っこくて目がギョロッと大きく、鱗がトゲのように尖っていて、色もケバケバしい黄色やオレンジ色、まるで空想上のドラゴンみたいでかっこいいんです。他にも様々なカラーリングのバリアブルブッシュバイパーや、まつげのような突起が素晴らしくいかつくて美しいツノブッシュバイパーなど、魅力的な種がたくさん。法的に愛玩の飼育はできませんが、動物園などは展示という形で飼育許可が下りるので、園長はいつか必ず施設動物園を作って自ら育ててみたいと息巻いています。やりかねないから怖いよね。ご飯食べ終わりましたね。以上、グリーンブッシュバイパーの初歩会と給餌動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは本日はこれにて閉園ガラガラ。またねー。